どうもセリカです。今日は私が中学高校時代部活をやってた時に実際に自己ベスト3秒短くした方法についてお話ししていきます。私の中学高校時代はコーチっていうコーチがいなかったんですね。まあ、一応肩書きはコーチっていう OB、OG の方はいたんですけど、顧問の先生も別に水泳指導するわけでもなく、まあその OB、OG の方も専門的に教えてくれるわけではなかったので、まあそこまで水泳の知識はないアドバイスをもらってました。でまあ基本的にはなんていうんだろうな、早くなる、自己ベストを更新するためにはとにかく泳ぎまくるっていうのが私たちの部活でした。まあ、なのでそこまで知識っていう知識はなかったんですね、誰も。だから自分で感覚的にこうしたら速くなれるかなっていう検証を立てて実践して結果を出すっていう方法しかありませんでした。そんな中で私が編み出した自己ベストマイナス3秒を更新する方法を皆さんにご紹介します。あくまで参考程度に聞いてください。当時私は 100m バタフライの選手でした。私は淡水路よりも潮水の方が得意でした。もうターンが本当にダメダメのダメで、普通潮水の方がタイムが遅くなることが多いんですけど、淡水の方がターンの回数が多いから壁を蹴ればその分スピードがつくので速くなるはずなんですけど、私は全然潮水の方が速かったんですね。まあ水泳の大会って基本的には潮水路でやることが多くて、 100m ってなると前半 50m 行ってターンして後半 50m で帰ってくる、まあそのパターンで泳いでいました。で私の弱点は腕でした。腕が本当に弱かったんですよ。普通に泳いでたら全然人に抜かされることってあんまりなかったのに、パドルの練習、パドルって皆さんご存知ですかね。手にプラスチックの板をつけて、まあ、それを使って泳いでいくんですけど、まあ、基本的にはそれやるときはプルブイ挟んでキックは打たないでそのパドルだけを使ってやっていくんですけど、まあそれが本当に遅くて、というよりも最初だけなんですよね、早いのが。最初の1本目とかは全然抜かされないんですけど、もう2本目になると腕が限界に達し、バンバン人に抜かされて、もう最終的には周回遅れみたいになっちゃう。もうそれぐらい私は腕が本当に弱かったです。その代わり強かったのがキックだったんですね。キックは、まあ、部活内っていう狭い世界ですが、まあ速い方でした。人に抜かされることもなく、結構一番手で泳ぐことも多かったので、
まあ腕が弱い代わりに足は強かったです。そんな私がじゃあどうしたら自己ベストを更新できるか、筋力も現在とあんまり変わらないです。まあその当時の方が多少は筋力ありましたが、まあ今もそんなに変わらないかなって感じです。そこで 100m どうやって自己新記録をマイナス3秒したか、結果的に私はキックをメインにバタフライを泳ぐことでマイナス3秒達成することができました。細かくお話しすると、前半もうキックメインなので腕はもうほとんど力入れてないです。特に力を入れてたのは第一キックでうんと進んで第二キックちょんとやるだけ。なので腕はもう泳法違反にならない程度に回してキックで思いっきり進んでました。前半はほとんど呼吸なしですね。 50m1 回2回ぐらいの呼吸でキックをメインにバタフライを泳ぐ、ターンをして後半が難しいんですよ。まあ 15m ラインまでは頑張って水中にいる。その後もうほとんど体力もまあ残ってるは残ってるけど疲れてる。で足を、まあ、使ってきたので結構足も疲れてるなって感じ。でも頑張るんですよ。残り 10m、5m あたりまではどうにかこうにかして頑張りました。でもうあとの残り 10m、5m はここで初めて腕を使ってます。もうキックもほとんど使えない。腕を今まで軽く扱ってきたので、最後こそ腕に力を込めて後ろまで書いてゴールっていう私の 100m バタフライでした。まあ、私のその当時の知識としては本当に自己流だったんで、他のね速い選手とか聞いたらなんじゃそれって思うかもしれませんが、当時の私はもうそれが限界でした。まあでもそれで頑張ってマイナス3秒できた自分すごいなって今では思います。そこまでコーチなしでよく頑張ってきたなって思いますね。まあなので言いたいことは、バタフライをキックをメインにすれば自己ベストがマイナス3秒になりますよって言ってるのではなく、自己ベストを更新したいのであれば自分の強みを生かして泳いでみてください。それこそ腕が強いんだったら腕に特化したバタフライ、私みたいにキックが強いんだったらキックに特化したバタフライ、そうやって自分の強みを生かしていった方が全然早くなれます。腕が苦手だから
腕の強化をしよう、キックが苦手だからキックの強化をしよう、そういう風に考えるのではなく、苦手は苦手でも仕方ないんですよ。強みを生かしていった方が確実に速くなれます。壁にぶち当たったとしても、苦手を克服するんじゃなくて、得意をもっと得意にしてあげてください。確実にそっちの方が私は水泳は楽しくできると思います。ではまた。